国際路石畳、学名モノドンタ SP は、西急塚に分類される海産の巻貝の一種。東京都小笠原諸島の長官隊などに普通に見られる。明治期に、同諸島から知られて以来、インド洋西部などに分布するモノドンタオーストラリスに同定されてきたが、分子系統解析の結果からは、日本沿岸の石畳に起源を持つ小笠原諸島の、 固有種であるとする説も出されている。俗名、モノドンタは、一個の葉を有するものの意で、このグループが、軸唇に一個の史上突起を持つことに由来する。sp は、スピーシーズの略で、種名が確定しない場合に、の、一種の意で用いる略語。オーストラリスは、南の、の意。別名、草色い石畳たみがい、体かが低く西バらが平滑な。 肩から高が高く下流がある肩から高が高く下流がある片足裏面は無反大きさと形最大で体か2 0ト、mm、ル各径1 5ト、mm、ル前後。螺頭は概ね円錐型で終焉から角底にかけては丸みを帯びる。個体によっては肩と角底上部が弱く角張り気味になることもある。彫刻、各表には密接した西アバラがあり。 生涯の体操では二十本前後を数える。幼がいのうちは、ラーバラを横切る縦溝があって、石畳状の下流彫刻を持つ。しかし生涯では、体高が高く、生涯になっても明瞭な下流彫刻があるものと、体高が低く、各ラーバラが縦溝で区切られずにほとんど平滑になる、ものとの苦手が見られるとされる。各色、濃淡の斑点が細かい段々模様を作り、 石畳の模様パターンとよく似ているが、和名の通り全体がより緑色がかるものが多い。個体によっては、終焉下に紅白色を交えた帯を巡らす場合もある。図鑑類では、緑と紫褐色の市松模様、あるいは暗緑色で変異にとぼしく、黒縁を不規則に散らすと表現されている。また、内装に真珠層が発達するため、 ラトウ上層などのマ滅しやすい部位では、部分的に下の真珠層が露出して、銀白色に見えることもある。空口と蓋、外心底唇、軸唇にかけては飛行した白色の隆起があり、その軸唇部には一個の強い市場突起が、外心側には多数の短い内薔らが市場に並ぶ。白色竜気よりも外の外心内側には狭い幅で、真珠層体があり、 さらに災害炎には、角表の色が見える部分がある。ここは、殻の正常部分で内装の負荷がないため、薄くて掛けやすい。蓋はほぼ円形で、角が中心にある多線型。薄い基地印質で、半透明の気化色だが、生地には付着している、足の色が透けて暗色に見える。軟体、露出部は、横くらいの黒い線状半に覆われて黒っぽく見える。 腹足の裏側は単純な泡肉色で無反。頭部には1体の長い触角があり、その基部付近の外側に目がある。腹足の中ほどの高さには触角に似てやや細い上足突起が左右両側に4体ほどある。水中での活動時にはこの上足突起がよく伸びて、背面から見ると本体を中心に多数の触角が放射状に出ているかのようにも見える。分布域内では、 長官体の岩歴地や天石海岸にごく普通に見られ表面の藻類などを食べている。それ以外の生態の詳細は不明だが、このグループは私有遺体で砲生砲乱で体外受精する。前述の2型のうち体高が高く彫刻が強い方は、父島の清瀬や大村などの波静かな閉鎖的環境に体高が低く彫刻が弱い方は、 一般的な波の強さの場所から波あたりの強い環境にまで広く生息するとされる。また、同族で黒漬け貝の小笠原諸島の固有は主とされる大黒漬けが同所的に見られることがあるが、2000年代諸島の火山列島の南洋島における海洋生物調査では大黒漬けは確認されたのに対し、草色石畳は四角すら確認できなかったとされ、 似た環境に生息する同族種でありながら、小笠原諸島内での分布域は、草色石畳の方が狭いと考えられている。1909年に、岩川智太郎が、東京提出博物館所像の、海類標本目録を出版した際、小笠原産の本種の標本を、モノドンタオーストラリスに同定して、草色石畳の神話名を与えて以来、 その学名とは名との組み合わせで長く知られてきたが、少なくとも1992年までには、草色石畳が、M オーストラリストは、別種の小笠原諸島の固有種である可能性が、指摘されるようになり、2015年には、分子系統解析の結果から本種が、日本沿岸の石畳に由来する小笠原諸島の固有種であるとの説が出された。しかし、日本近海産海類図鑑や、 日本近海産海類図鑑、第二版などの日本の代表的な図鑑類では、モノドンタオーストラリスと同種としており、小笠原諸島の固有種とは見なしていない。石畳近縁の石畳が食用にされるのと、同様日本種も食用になるが、小型であることから工場的な食用利用などはない。標本賞の商品としては、明治時代後期大正期に、 標本販売をした、平瀬スケいの販売目録では2個セットで5000円となっており、本土の磯の普通種である石畳や天尾船、海にななどと同価格で、小笠原諸島の固有種である笠貝の10分の1で、あるが、最低価格の細身に菜や、玉木びなどよりは高い。ありがとうございます。